ビバイ市民バス、ビバイ市民バスとは、北海道ビバイ市が市内で運行する自治体バスの名称である。1972年にビバイ市 A バスの名称で運行を開始した。これは、三菱工業バスがビバイ市西部の不採算路線を廃止するのに伴い、それを引き継ぐために設定されたものである。2002年4月1日より条例が改正され、 それまでの市営バスとスクールバスを一体で運用するものとして、ビバイ市民バスと解消された。この際、同日に全路線を廃止した、美鉄バスの路線を引き継ぎ、ビバイ市東部の輸送も開始している。バスの運行は、市内のバス事業者に委託されている。ビバイ市民バスの停留所。2007年9月2018年6月現在。路線は大きく、東線と。 再選の二つに分けられている。微鉄バスの2002年廃止区間を引き継いだ路線である。2012年4月、アルテピアッツアビバイ国設スキー場間を廃止。同区間は朝の一部便及びスキーシーズンを除き予約制で運行されていた。代替として乗り合いタクシーが設定されている。2015年4月、アルテピアッツアビバイ。 東名中央南美梅中央通系統を廃止。スクールバスを兼ねて運行されるため、学校行事により時刻が変更される場合がある。また、学校の休校期間は、別途定められたダイヤで運行される。土曜、休日は、全便運休。峰延、峰川線の一部区間は、JR、北海道バスの廃止代替。 ビバイシー A バス運行条例 AB ビバイシー年市、編纂委員会ビバイシー年市ビバイ民バス運行条例ビバイシー広報メロディー平成14年4月号ビバイ議会議事録章は63年代1回定例会ありがとうございます